すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、27歳消えた、消しちゃっていいですか。はい、8月2日、真夏に監督生まれだったんですね。そうですね、はい、小さい頃から体大きかったんですよ。僕はね、4200で生まれました。はい、お袋が頑張りました。はい、暑い中、はい、まあ、この球場は、まあ、ある意味その群馬県で野球やる子どもたちの、まあ、憧れの球場っていうか、まあ、聖地みたいなもんで、まあ、僕も小学校、中学、高校って、まあ、全部ここでその大会の決勝戦にも投げてますし、本当に思い入れのある球場なんですけど、まあ、一番といえばやっぱり高校生の最後の夏の、押し出しフォアボールっていうのがね、一番残ってます、思い出には。はい、非常に今バランスがいいチームになってきてるなと思いますしね。まあ、選手も、まあ、ある程度その上が見えてきて、まあ、本当の勝負はまだまだこれからなんですけど、やっぱりそのモチベーション的にもね、今すごく上がってる状態なんで、まあ、ここから本当一つ一つ、まあ、大事なゲームだと思いますし、まあ、とにかく、集中してね、やっぱり一生にこだわって、まあ、今までその本当に僅差で負けたシーズンというのもありますし、やっぱここからの一戦一戦というのはね、やっぱそういうのをしっかり思い出してね、まずはこう無駄な試合というのはないと思うので、しっかり集中してやっていきたいと思います。まあ、本当に会って1年に1回なんで、試合はやっぱりその、まあ、群馬のね、ファンの方に本当に見てよかったという試合をね、やりたいと思うし、まずはやっぱ勝つことっていうのが大事だと思いますから、まあ、今日の試合、まあ、みんなね、うちの選手たちももう本当に今日は僕の誕生日で、僕の地元でってみんなが分かってることなんで、変に気負わずにね、普通普段通りに行ってほしいと思います。はい。